夢英は、清末から中華民国にかけての海軍軍人、政治家。兄は、清末民初の政治家、ゆかりゅう。北京政府、勅令派の軍人である。字は維新。青年期のゆ。フランス海軍少尉の軍服を着用している1903年、巨人となる。福建潜水学堂卒業後、フランス、イギリスで海軍の技術を学んだ。1905年、中国同盟会に加入したが、孫文の手提げカバンを盗む事件を起こしたことにより、会から除籍された。1909年に帰国し、京省艦機長、南軍艦副艦長、同艦長を歴任し、海軍統制殺沈行李の参謀となった。1912年1月、南京に臨時政府が樹立されると、夢英は海軍部次長兼北伐海軍総司令に任命され、4月、北京政府で海軍部次長に就任した。11月には海軍中将となっている。1913年10月、二次革命を支持した譚延の後任として、湖南都督県民政庁を処理した。1914年5月、湖南淳安市処理を兼任し、6月に安支部将軍の位を授与された。1915年12月、遠征外の皇帝即位を支持し、一等功に封じられた。間もなく五国戦争が発生して、翌年3月に、燕が皇帝即位を取り消すと、夢英も次第に保身を図るようになり、同年5月29日に、湖南独立を宣言した。それから約1週間後の6月6日に、燕は死去した。しかし、それまでの親燕征外の姿勢はやはり覆い隠しようがなく、湖南省内では、かける湯運動が発生した。結局、同年7月、譚延と、その支持部隊に、湯は、湖南から駆逐されてしまった。1917年1月、夢英は、新将軍に任命され、勅令派に属するようになり、観光省府建築事を、直弁に就任した。1924年9月の第二次、笹具地下戦争では、勅令派から、海弁軍事、州法使に任命されたが、奉天派に敗北して辞任した。中国国民党が、北伐に成功すると、しばらく指名手配されてしまう。1930年9月、燕石山ら、藩省介石勢力が、北平で、中央東部拡大会議を開催すると、夢英は燕から湖北安部市に任命された。1933年、中国国家社会党の組織に参加し、常務理事に就任した。日中戦争勃発後、一時は、汪兆銘が組織した河北政務委員会に加わったが、後に、重慶へ赴き、蒋介石を支持した。1946年4月、夢英は国民政府軍事参議院参議に就任した。8月、中国民主社会党の中央、組織委員会常務委員兼組織部長となる。翌年7月、民主社会党中央常務委員に選ばれた。国共内戦後は大陸に泊まり、晩年は仏学研究に従事した。1975年、北京にて死去。享年91。ありがとうございます。